はい、酒好きな元新潟人のインチュ動画です。今回も、CGC のチューハイです。チューハイの、グレープフルーツ。はい、アルコール度数 8% で果汁が 3.2%。原材料がグレープフルーツ果汁と醸造用アルコールと糖類と酸味料と香料。こちら製造者が、宝酒造株式会社となっております。販売者が、株式会社 CGC ジャパン。ということで、まあ、宝酒造が作ってりゃ大体うまいんだけど、まあたまにやっぱりね、あのドライとかね、前回飲んだドライはちょっとまずかったということで。今回はグレープフルーツ味なんで、わりかし美味しいんではないでしょうか。カンピこれはまた微妙だな、これ。なんかね、アルコールのね、風味がね、後味で来るんですよ。ぶわっと。このアルコール独特のこの風味がね、癖というか、があるんですよ。まあ、それがなければ割と美味しいはずなんですけど、癖がね、結構、割かしどぎついですね。まあ、アルコール度数 8% と高いんで、まあ仕方ないと言われりゃ確かに仕方ないかもしれないですけどね。まあ、5% のチューハイに比べると、やっぱり、ね、その分、8% なんで 3% 分の、アルコールの臭さっていうのが出てくるんですけど。まあ、それが、結構感じられますね。うん。まあ、それ以外は、普通にグレープフルーツの味も、しっかりするし、まあ甘さもちょうどいいし、ね。うん。まあ炭酸はちょっと弱いですけど。口に含んだ最初はいいんですけど、後からこう、ね、アルコールの臭さ。っていうのがかなり、ぶわっとくるんで。それだな。CGC。チューハイグレープフルーツと。ググってもほぼほぼ出てくるのが、ちょっとリニューアルしてるっぽいですね。昔は普通の、これ 8% じゃなくて多分 5% ぐらいだったんですよ。おそらく。で、最近のほら、アルコール度数高けりゃ、ね、いいだろうみたいな、なんか、まあ、高アルコールブームみたいなのがね、あるんで、それで多分 8% にしたんでしょうね。うん。まあ、
製造が宝なんですけど、宝酒造なんですけど、まあ、宝酒造のグレープフルーツ味の、焼酎ハイボールの、グレープフルーツ味に比べると、やはりアルコール度数がまあ1%高いからか、焼酎ハイボールの方は7%なんですよ。まあ、1%高いからなのか、やはり、いや、それだけじゃないな、絶対な。やっぱり、焼酎ハイボールの方が明らかに癖が少ないですね。おそらくこの原材料の醸造用アルコールっていうのがね、これに入ってるんですけど、焼酎ハイボールの方だと、これは焼酎ってなってるんですよね。この原材料がね。焼酎って書いてあるんです。ということは、まあ、これには焼酎じゃなくて何かのね、なんかいろいろ混ざったりした。まあ、醸造用アルコールですから、まあ、エタノールとか、まあ、なんなの。まあ、醸造用の、まあ、あれなの、ウォッカとか。まあ、いろいろ多分、そこら辺の、なんか安そうなやつを。まあ、焼酎も十分安いんですけど。まあ、こっちの方が多分値段は安いんですよ。100円ぐらいで、100円以下で買える。上に、アルコール度数が8%でしょ。基本的にこの日本って、アルコール度数って高ければ高いほど、税率がかかるんで、その分値段が高くなるんですよ。ね。酒税ってやつですね。それを加味しても、明らかに8%で高いはずなのに値段が多分安い。ということを考えれば、明らかに、おそらく原材料が、ね、のアルコール、醸造用アルコールが多分、まあ、割かし粗悪なものではあるのではないでしょうか。まあ、だからやはり、ちょっと癖がね、癖が割と強いということで。これはちょっとないな。個人的には、まあ、今後買うことはまあないでしょう。今後買うことはまあないでしょうね、これはね。まあでもそこまでまずいかって言われると別にそこまででもないんだよね。3333です。ご視聴ありがとうございました。